はい、今回のゲストはまたかってまた小竹かって言われちゃう。いや確かにあのリノがまた今回も協力してくれてですね、傾斜マット、あの僕はもうすごくこう傾斜マットを使った練習も重視していて、昔からこの傾斜マット何しろたくさん買うし、ツアー会場にも持ってったりしてですね、実際にこう外で打ったりもします。で今ですねこれ結構最近小型のものが出たので取り寄せました。普段僕が本目で使ってる傾斜マットってこれ最大級のマットで、これ結構でかくてですね、私は結構大きめの車に乗ってるんですけど全然入んないです、このサイズで。このワンサイズ小さいやつでギリギリ入るかどうかなんですね。でそれを普段持ち歩いてるんですけど、本目の練習場にはですねこれを置いてます。でこの大きい傾斜マットの便利なところはですね、単純に大きいから乗りやすいっていう点と、傾斜マットを使う時っていうのは乗せるのとかも大変だったりするんですよね。なのでボールを上にこうどんどん置いといて、でも強くないですかこれ打ったら、大丈夫？あ全然大丈夫。でまあ自分でまたボールをこう寄せてできるという広いサイズならではのこう利便性があるんですね。なので、結構練習場であんまり動かさないっていう時には大型のマットがおすすめだったりもします。で別に僕別に傾斜マット売ろうとかそういうんじゃないですよ。僕が普段こう練習の時に傾斜マットってどう使ってるのって言ったらこう使ってるっていう、そういう話ですね。で傾斜マットよくできていて、自分で作ろうとしたんですけどめちゃくちゃ大変なんですよ。まずで木で作ったこともあるんですけど曲がるんですよ。痛そう、木で作ったら手が、まあ、ちょっと結構大変、本当に大変なので、もう自分で作ることは諦めました。でちなみにですね、角度で見せましょうか。4度、はい、傾斜マットって4度。えでもこの中ぐらいのやつ5度じゃないですか。あこうやったら5になる。うん、これでだいたいこの大きいやつで、まあ、5度ぐらいあります。でこれもちろんこう人工芝の長さとかによって5度だとこうツルツル動いてしまう場合もあるわけですね。今これもこう置いてちょっと勢いがついたら止まらないですよね。だから結構ギリギリ、この人工芝の材質をもってして5度ギリギリっていう感じですから、これ以上この人工芝にない状態だと5度じゃ止まらないっていうことですよね。で今これ新しく出たこのちっちゃい感じ、これならね、かなりこうプリウスサイズ、セダンサイズでも全然乗ります。チビ、これのもちろん便利なところは楽々持てる、向こうは楽々は持てないですね、持てるっていう点と、比較的小さな車でも乗せることができるっていうことですね。私届かなかったですよ、手届かなかった。嘘、持てるでしょ、書かれて。あ、届く多分反対から持ったら届かない。ほら届くじゃん、届くじゃん。そうそうそう、でこうやって使います、うん、でこれはねちょっと傾斜がね弱いんですけど、本当だ弱い、ちっちゃいな。ちょっと見て7番アイアンでギリギリ、ほら一応公表は4度の傾斜っていうことなんで、大きいマットは5度ですね。だいたいさっき4とか5とか出てましたけど、だいたい5度です。でこっちは4度で、こっちの方が傾斜が弱いんですけど、一般の方が自分で持って練習するんだったら全然これぐらいでいいんじゃないでしょうかね。でこれだったら外の練習場で持って行ってもあんまり迷惑がられずに練習することができます。まあでもなんだろうって思われてすごい見られるといやでもそんなこと言ったら、そんなこと言ったら私はいつもなんだろうと思われてると思うんですよ。思われてますよ。思われてますよじゃないすごい見られてるもん。練習場でもうツアー会場だと思ってるからね、平気でね、うん、それはもうやっぱり傾斜練習っていうのは、かなりの量が必要だっていうことと、傾斜の練習こそがですねセカンドショットでピンにつけるために重要だっていうことです。でこのマットちょっとちっちゃいんで、あんまユーティリティとか打てないです。7番でいっぱいいっぱい。7番それ7番、うんうん、男の人は男の人の方がこう寄るかな。いやでも7番ぐらいでいっぱいいっぱいだと思うね。だからこのサイズ小さいがゆえにですね、ヘアウェイウッドとかユーティリティとかっていうのは打てないですけど、でまたこの辺の真ん中に置いといては打てるけど、おいくら万円ですか。9万ぐらいかな。9万。 あれ中ぐらいのサイズはいくらでしたっけ。中ぐらいのやつは13
3、4万ごめんなさい、ちょっと全然方がいい、ごめんなさい、あんまりこういくらかっていう細かいところっていうのは全然覚えてないんですけど、ただ傾斜マットを自分で作るとなると結構大変だっていう点と、軽量化して作るのは まず無理ですね。僕も全部ダフってるそれはなんでだ。下から入るからです。じゃあつま先上がりはダフりやすいからです。はい、来た。はい、大丈夫。はい、まあ、こんな感じで傾斜マットって普段使って練習します、うん、普段僕らはね、自分たちの練習場では大きなマットで、いろんな傾斜っていうのを使って練習してますけれども、皆さんがですね、お手軽にマイ傾斜マットを持ってじゃあ練習場行こうっていうんであれば、私はこれぐらいのサイズの傾斜マットがあればいいのかなというふうに思います。価格的にはもちろん決して安くはないんですけれども、こういった練習っていうのがスコアメイクをするためにはとても重要だということはもう明らかです、うんうん、役に立つ役に立つ、うん、役に立つ。まあちょっとユーティリティ打てないのとか残念ですけどね、うん、ただまあその車に乗るとかっていう携帯性を考えればこういうのでいいのかなというふうに思います、うん、リノ買う？私は中くらい買いますからなだってユーティリティとか打ちたいもんまあまあまあね、だからちょっと凝ってる人は中くらいの大きさがいいと思う、うん、なんていうのかな、車のサイズによって考えていただいてもいいですしね、うんうん、これだといつでも持ち運びできそうだけど、はい、あと複合ラインももちろんこうやってやればつま先上がり左足下がりです。はい、まあこんな感じ、まあ、結構傾斜マット練習場にも置いてあると思いますけれども、見たことない。あるよ、あるある。でも意外と貸してくれるところとスクールの時に使いますみたいなところがあって、個人でこう自由に気ままに使うっていうのはなかなか難しいんじゃないでしょうかね。お願いしてみよう、傾斜マット練習場にどうですか。あ、でもそうかもしれない。そう練習場で購入していただいてみんなで使うでもいいですし、自分で持ち運んでやるでもいいですし、うまくなりたいっていう方はですね、こういう傾斜練習もいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと今日は僕らが普段使ってる傾斜マットのどういうふうに使ってるのか、利便性はどうなのかっていうところを皆さんにお話ししました。ぜひですね、いろんな傾斜マットを試してください。この4度の傾斜マットでも十分効果はあると思うので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。